皆さん、こんにちは。ワナリグルビーチです。では、今回は、アーツオバイアン法現代モッドイランプレイの続きをやっていきましょう。前回は、エジプトに侵攻して、ついにアフリカ大陸への進出を果たしたというイランなんですけども、今後はね、このアフリカ大陸進出を中心に、戦略を練っていきたいと思っています。まあ、ただ、アフリカ大陸なんですけども、まあ、総じて、まあ、いわゆる補給限界点って言ったらいいんですかね。そういったものがやっぱり高くない。傾向にあるので、まずですね、師団を一つ半分に分けていこうかなというふうに思っています。この国境防衛4軍なんですけども、これをまず2つに割ります。このような形で2つに割っていきます。で、この国境防衛第5軍に、まあ、なっていくと思うんですけども、この国境大衛5軍と、で、元のね、4軍。これを使って、アフリカ大陸へ、進撃を行っていきたいと思っています。で、もちろんね、兵力が足りないところに関してはね、逐次投入をしていくというのをね、やっていきたいと思っています。では、早速、第4軍から投入していきます。そうですね、国境防衛4軍ですね。これ革命防衛隊にしちゃいましたけども、厳密には国境防衛4軍になります。なので、ちょっとここは直しておきましょう。早めにね。ハーツオバイアンもね、結局、日本語入力ができないので、こんな形で、メモ帳で作ったものを貼り付けて、師団の名前に入れていってます。国境防衛の5軍になります。では、この4軍と5軍をね、使っていきましょう。まずは、今回攻め込んでいくのをスーダンにね、していこうと思っています。で、スーダンのね、戦力は、後ほど確認を一緒にしていきましょう。作戦だけ立案をしていきます。まあ、適当にここは作戦だけ引いておきましょう。で、あとは、国境防衛の2軍もね、実は、数としては10師団と少ないので、まあ、割と補給がきついところでも活動しやすいというのがあるので、この国境防衛2軍も、アフリカ大陸進出、進行への軍として、抑えておきたいと思います。で、その他は、この後来るであろう、アメリカ軍の侵攻に備えて、国境付近に展開をしておきましょう。カザフスタンとかこの辺りもね、危ないところではありますからね。しっかり防衛線を張っておきます。革命防衛隊が今や国境の防衛に当たっていると。いうところですかね。で、ちょっと心配なのがやっぱトルコの国境なので、トルコの国境には厚めに軍を配置しておきます。さあ、これでじゃあ時間を進めていきましょう。で、4軍5軍ですね。国境防衛4軍5軍の方が配置についたら、スーダンに対して宣戦布告の準備に入っていきます。もう本当に研究する内容は特にないです。強いて言えば駆逐艦がまだね、残ってるんですけども、駆逐艦が、そしてあともう一つ空母ですね。この2つが残ってるので、これだけね、タイミングを見てやっていきます。あとは、生産のラインの方なんですけども、実は、第6世代のマルチロール機を少し改造していきたいなと思ってます。マーク1まではもう作ってあるんで、マーク2ですね。というのも、もうすでに、空軍の経験値がパンパンになってしまってるので、これを使っていきましょう。これでマーク2ができたので、
ラインもマーク2へと切り替えていきます。これで準備が終わり次第ね、しっかり、進行作戦と、いうことをやっていければいいかなと思ってます。国境防衛4軍がちょっと充足率に、心配な点があるかなというとこですかね。足りていないのは、歩兵装備が足りてないのはちょっと致命的だな。機械化、歩兵がちょっと足りない、輸送車が足りないっていうのはね、前から起きていた問題なんですけども、歩兵装備はちょっと追加していってあげましょうか。で、あと駆逐艦ですね。最後の研究が残ってます。さらに空母。やっていきましょう。で、生産のラインを見ておくとだ。歩兵装備がちょっとやっぱ足りなくなってるね。ドンと入れましょう。で、足りなくなっているところに関しては、しっかり輸入します。まあ、唯一輸入、相手してくれる。中国から輸入をしていきます。で、ゴムが余ってるので、ゴムをなくして、これで、まあ、利用可能な工場が1個なんで、建設の進みがむちゃくちゃ遅いことになると思うんですけども、まあ、ここは一旦目をつぶっていきましょう。今、歩兵装備が足りないっていうね、もう丸腰で進めと言われてるようなもんになっちゃうので、歩兵装備をしっかり確保するところから、始めていきます。防衛5軍の方は割としっかりとした充足率を持っている軍になるので、まあ、こことあとはねこの2軍ですね、ここも充足率厳しいんですが、まあ、これを使っていきましょう。で、もともと3軍は充実してたんですけども、激戦をくぐり抜ける中で少し、消耗が始まっているのかなというところです。ではここでねちょっと時間を進めていきましょう。では、そろそろスーダンに対して宣戦布告の準備を始めていきます。どんくらいかかるかな ?35 日、まあ、約1ヶ月でスーダンに対しての宣戦布告が可能な状態になりますね。で、国際緊張度もいよいよ 50% っていうね、数字になってきているので、まあ、かなり危険な水域へと達しつつあるという意味では、やっぱりトルコ、ここは一番警戒したいですね。サウジもちょっと警戒しておきたいんですが、サウジとの国境に展開する兵力がちょっと十分に用意できないという状態ですかね。国際緊張度は 30% 前後で推移させたい、まあ、そういう思いがあるんですが、どうしてもコントロールが効かない部分でもあるので、ここは見極めをしっかりやっていきたいと思います。歩兵装備がじゃんじゃか作んないといけないのにちょっと数が足りていないというのが、まあ、心配な点になってきてますが、まあ、そんな中、数台の宣戦布告が可能になりましたので、宣戦布告を行っていきます。まあ、序盤が結構重要になるんですけど、序盤は逆に押し込まれてるね。
あんまりよろしくない状態なので、早速、第2軍を投入していきます。いや、スーダンに押し込まれるか。いい悪いは別にして、意外でしたね。さらに押し込まれる。投入するべき軍が、どこにあるかだな。あんまりさっきも言ったように大規模な軍をね、展開できない事情があるんで。かといってスーダンに核も使いたくないですしね。はい、スーダンの攻略が終わりました。ここはちょっと傀儡国にしていきましょう。スーダンそれほど魅力的な資源地帯ではないので、傀儡国として、あとは軍の引き上げを行います。で、この後の目的なんですけども、まあ、当初お話していた通り、やっぱりしっかりとしたアフリカ侵攻というものをね、やっていきたいと思ってます。国境防衛軍がね、意外とスーダンの戦いでやっぱり消耗がきつかったと思うんですけども、あって疲弊している状態なので、一旦ちょっとね、戦い戦争は休止して、この後南スーダンに侵攻していこうと思うんですけども、いずれにしても、その南スーダン、攻略のための準備期間というものを設けたいと思います。では、ここで時間を使っていきましょう。はい、ではね、南スーダンとの国境付近に部隊を展開していきます。この後の南スーダンとの戦争に備えてということになります。で、スーダン自体はね、先ほどの戦いご覧いただいた通り一旦傀儡化してあるので、これを使って今回ですね、陣営を立ち上げましょう。ついに陣営の立ち上げ。陣営名何にしようかな。イスラームにしますか。じゃあイスラームに、イスラームの世界を作ろうということでイスラームにします。さあ、これで陣営イスラームが誕生しましたね。イスラーム。で、このイスラームに人を、まあ、国ですね。ジャンジャカ勧誘できるものかどうか確認していこう。陣営に招待。イスラム主義が 30% じゃなきゃいけないよ。まあ、それが条件になってるようなので、政党支持工作とかを入れていくしかないのかな、イスラム主義。いろんなところに、いろんな、味方をしてくれ、というお願いをして回りましょうか。
まあそれにしたってね、遅すぎじゃないっていうのはありますけどね。そしたら、まあ、その間に南スーダンとの戦争を画策していきましょうかね。まず南スーダンの国力確認しておきますか。南スーダン自体はもちろん大国ではないんですが、気をつけなきゃいけないのが、師団数とかね、意外と多かったりするケースがあるんで、南スーダン56から63師団。言えてないですね。チャドは？チャド。27から34。チャドだな。先に手を出すならチャドだ。チャドの攻略のために、戦争の正当化を行っていきます。ではまた時間を進めていきましょう。さあ、ではチャドに対して宣戦布告できる状態になりましたので、軍の移動を待って宣戦布告を行っていきます。ではここで宣戦布告をしていきます。もうちょっと待ちたかったんですが、ちょっと時間が来てしまうんで、ちょっと待ってね。チャドが CSTO ってどこだ。 CSTO ってロシアじゃないか。まずいことになったぞ。これはアメリカとの戦争の前にロシアとの戦争になる。どうする？まずいね。まさかだな。こんなことになるとは。戦争になってるね。ドゥハ、カザフスタンと先端を開くイコール、ルーシアと戦うことになるので、ちょっとここはまずいことにならないか心配だな。うお、一気に来る！ロシア軍だ！マジか！うおぉ、取られている。制空権も核を落とされるリスクがあるな。そしたら、急いで。いや、もうちょっと後ろに下げた方がいい。航空機配備していきましょう。と言っても数が足りないな。さらに戦略爆撃。いやー、急な展開になってきたな。存亡の危機にいきなり立たされてますけど。何？ちょっと待ってくれ。アメリカが参戦。ここに来て。アメリカ、ロシアの二大大国と戦っていくの？いやー、これ軍を引き上げて、急いで、トルコとの国境。いや、カザフスタンとの国境だな。ここに軍を展開する必要がある。急ぎましょう。と言っても遠いからな。とりあえずカザフスタンだな。
いやー、ちょっと想定していなかったなー、この状況。まずいことになってますね。だ、核だ。テヘランに落とされてる核を。いやー、核には核で来るか。そういうことだよね。とはいえ、スーダンに展開してる部隊を今更、うん、チャドに展開してる部隊をどうこうできないしね。まずいね。テヘランまで迫られてる。何？アメリカ合衆国が CSTO の主導権を掌握するって、もう完全にアメリカがロシアをもコントロールするっていうことだよね。いやー、ロシア軍止められないです。ケルマンジャー条約ということで、まあ残念ながら あっけなくイランはエジプトとイランだけを残して、ご覧のように壊滅をしてしまったという状況ですね。いやー、反省点は国際緊張度 50% っていうところを超えた途端に、やっぱり小国が各陣営に入っていって、ロシア、アメリカの介入が一気に始まったというところですかね。まあ、ちょっと残念ですが、イランでアメリカに勝つという、まあ、その戦いは、まあ、残念ながら敗戦に終わったんですが、まあ、とはいえね、ここまでイランを大きく一時的にできたので、これを自信にして次のプレイにつなげていきたいと思いますので、ハーソーバイアン方、イランプレイ一旦今回で、終わりにさせていただきたいと思います。実はですね、ハーソーバイアン方次のプレイ考えてまして、ズバリ韓国でプレイしていきます。その様子もね、ぜひ皆さん楽しみに、見ていただければ嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、また次回、よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。